カチャヌレザー読みたいです。皆さん結構久しぶりじゃないね。2日ぶりか。うん、昨日ねあれなんですよね、マキちゃんのファンイベがありまして、それのねあの原宿クロコダイルのね配信を見たのでね、その内容を語りつつっていう感じですよね。またね昨日ね、うん、30分遅れだったね。ね、なんか眠くなっちゃった。またエイドたちがね行ったライブのね、ちょっと同じだね、うん、ね、機材トラブルだったのかな昨日。とりあえず読みからなので、先にそのあれですね、このあのパンフあれですね、前回私間違えたのね、あのそれのね99年のライブなんですけど、それがねその千秋楽っていうか特別版だったのね、あの千葉マリンスタジアムでやったんだけど、それシモンとそのフミってこと3人で行ったんだけど、前回、前々回かな、ピンク色の声あったでしょ、こういうプラスチックになってる、あれはその普通のツアー、通常のツアーで99年のなんか太陽の国に出した時のね渋港の時のやつだったんだけど、こっちがスペシャルだった。そう、シャインオアレインっていうツアーで、それのスペシャルで全員オアシャインなのこれが。そう、はい、懐かしいです。簡単なやつだね。うん、そうなんです、こっちがスペシャルでした。でも最後だからちょうどよかったね。うん、その当時の最後です、これが。どうだっけね、ライブネイチャーシャープ3。どうだっけね、うん、こうやって中からこうやって開ければいい。そんな、そうそう、そんな感じ。あー、懐かしい、そう。こうか、うん、こうか、そうね、赤い方からだね。そうです、はい、懐かしいわ。あ、これ違うか。そうよ、赤い方から。これどこ、どこ、ここ、それはあれじゃないの、あの他のライブの時じゃない、だから。うん、そのライブでだってね、写真撮載せられるわけないんだから、だってもう発売してるってことださ。そう、ね、前のライブってことよ、だから。そのあれじゃない、そのシャインアレイの時のツアーのあれじゃないかな、多分。あ、多分写真だと思うけど、だと思う。うん、それの千秋楽のそれパーフだからさ、それね多分一番いいだろ。ただそうね、うん、そうそう、やっぱそう、その格好、うん、それでストップモーションとか持ってて、あの弾き語りして、そういう映画だったね。太陽の国、多分そこでしか歌ってないのよね。うん、あれだよ、大野さんが作曲したんだよ、太陽の国って。これじゃない？あー、そうね、いいね、笠木ちゃん創業してくださる、うん、それ多分あれじゃない、千葉マリンであれじゃない、多分撮ったんじゃない、先にきっと、写真だけだいぶ前にね、千葉マリンっぽいね。うん、あそこはね、最初あれだったんだよ、ドリンクとか持ってたら全部出さなきゃいけないの。それで結構一緒にいた子が怒っちゃってね、持ち込み禁止なのよ。こっちのよりさ、うん、ちょっと長いけど読める、ちょっと読めるかしらって。長いけど相当近づけないとちょっと目が。そこなんて書いてあるんだ、テーマか、夏の思い出。とうとうやってきました、8月5日千葉マリンスタジアム、ホールツアーで皆さんにいただいた愛とパワー、そして各地の美味しいもののおかげで筋力はバッチリ、わら。端のみんなまで私の心が届くように、力尽きるまで走りまくりますよ。ついてきてくださいね。暑くて死にそうな夏だけど、男も女も頑張らなきゃいけない毎日。お祭り気分で。これあれだね、あの、夢なら覚めてよ、なんかの感じだね。汗かいて歌って、日々の嫌なことは全部すっ飛ばして、皆さんの元気な思い出になれば幸い。ちょっと下見えないですね、全然上上げてくんないと。 Live Nature Sub 3 Shine on Rain Tour and Rain on Shine Final。 私を支え、もうちょっと近づかないと見えないかな、力を与えてくれたスタッフ、そしてメンバー、そして応援してくれた全ての皆さんへ感謝と愛を込めて、19998月5日、マキオブロー。読むの大変ですよ、と。まあね、ということで、まあそういうふうな曲ですね。懐かしい。24年前、ね、ですね。うん、でこの映像もいつかね、紹介できたらいいんだけどね。それで今日廃盤だからね。ほんまね。それで前回また
見せようと思ったんだけど、うん、でもね、前回もほとんどアイテム紹介したからね、残ってなかったからちょうど良かったですよね。これ何が FC 限定の6月始まりのカレンダーです。結構マキちゃん気合い入れて宣伝してたよね、ぜひともって。じゃあ開封の儀でございます。全部はねちょっと紹介できないけどね、あ、結構大型ですねこれ、すごい楽しみ。 M ドラ限定のね、昔は M ジンっていうねファンクラブだったんだけど、まあすぐ応募されたときにね、あのクロコダインのね、衣装を紹介してもいい。そうですよね。そう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 。ね、あれも届くからね。6月7日発送だって。ちょっと先になっちゃうけど。そう。いつ来るか分かんないけど。そうね。でも、またあるでしょ、なんか。お、なんか出てきたわよ。あれかな？申し込み書っていうかあれかね。いや、そうね。愛知が2023年の4年もね、うん、いい年になりますようにっていう。はい。おさゆだ。ああ、すごい。かっこいい、これ。素敵ね。大人で。これはまだゲットできない。オシャンティーですね。ゲットしていいんだから。いや、無理じゃないですか、もう。受注生産だから。まあ、でもね、一部だけ紹介しましょうって感じですよね。今回、どういうのがいいかな。やっぱこれから夏ですからね、夏と。春夏秋冬って感じであれじゃないの。4枚ぐらいチョイスして。最後はあれでしょ、2月の多いよね、カズチャンネルのね。7月から行こうかな。うん。ちょっとたまたまいいとこ行ったら。うん。あらー、すごい。撫でるの4って書いてあるよ。すごいね。まあ、人生3周するとね、うん、無駄なのね、無駄な楽しいの楽しめるね、うん。いいこと言ってるよね。巻き語録だね。うん、俺がね、人生三周するとね、うん、俺は人生終わってくる。なんだそりゃ、人生終わってまた始まるって、うん、おーすごい、いいことだそれ。かっこいいかな。さっきの夏でしょ、夏だったら次秋だな、うん、秋、秋を見せたらいいし、うん、10月かな、秋って言ったら。これ自分自身さんだよ。あー、素敵だね、これね。横浜かな、夜景が綺麗なんだよね。そして次は兄さん、結構横行った時は夜景綺麗だと思う。次、カズチャンネルかな。そうだね。ね、発送しないんだよね、カズチャンネル。だこれどこ、どこだろうね、これ夜景だね。なんかね、すごい綺麗だな。うーん、夜景がそう。あら、素敵だから、考えてる時間も、もう考えてる時間もったいないから早く来なさいよ、するよ。すごいね。つまり最後にね、30年何屋さんですかってことだからね、皆さん行きましょうってことだね。最後じゃこれ、最後の最後で、うん、次の乗ったら一番ですよ。5月ちょっと少し長いけど、うん、先月ですね、5月はね。おー、さあこっからはまどよい余生に好き勝手に生きちゃうもんね。エムドラーズだけをついてきてもいいよ。ウィズラブ、まあ来てからよ。いや、これも手に入れると思うんですよ。そうですよ、巻き語録が書いてあるからいいですね、貴重ですね。まあ、それはあとは、ね、あと昨日の話かな。そうね、ね、徳ちゃんが言ってましたね昨日ね。結構あの見たら徳ちゃんぐらいしか出なかったんですよね、ビーングの人が。まあ、でも徳ちゃんが巻きねえは宇宙星人だって言いましたよね。そう。ちゃんとマイちゃんもね、聞こえたらしいんでね。ね。まあ、あとね、徳ちゃん締められたかもしれない。宇宙星人されちゃったかもしれないよね。ビビビビビビってね。そうそう。ね。あとはね、あのね、キャサコとキャサオも来てね。うん。最後はね、高野さんがね、いろいろ、ね、話してくれたよね。あれもやっぱあの、マッスルミュージックの時にね、そう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 。二人って、ね、皆さんね、あとペコちゃんもね、出てたよね。ね、あとおなじみのね、ケンちゃんとかね、あとサトコね、うん、サトコちゃん出てたね。いや、まあ、昨日はだから結構ね、あの今、まあ、ライブの時にね、いたメンバーじゃなくてメンバー、まあ、サトコはたまに出たかもしれないけど、うん、まあ、サトコと徳ちゃん以外は、うん、まあ、ちょいちょいいなかった。そうよね、まあ、現地メンバーじゃないけどさ、うん、なんか、まあ、その時のためにね、やってこられた
そうです。楽しいお話だったよね。結構良かったね。なんかね、9時上がりの予定が11時ぐらいまでだったよね。10時ねえ、すごかった。だからね、ギリギリ終電で行ったけど、昨日どうやこれなんか、アーカイブないのかしらね、なんか再放送ないね。あるって書いてあったけど。書いてあったっけ。だいたいあるんだけどね。いや、昨日でもライブの時にアーカイブありますって言ったけど、うん、そしたらリンク貼っといてもいいか。またお金取るよ、決済。見た人は大丈夫よ、もう。まだ見てない人じゃない、もしお金払うと。YouTube に配信されてるのか。YouTube じゃだって無料になっちゃうな、うん、あれだってチケット購入者しか見れないやつだから、うん、じゃあ再開はね、いつやるかちょっと不明なんですが、うん、まあね、昨日見えた人も、うん、見えなかった人ももう一回ね、時間があったらね、そうですね、再開の発表をお願いいたします、うん、あの最後のやっぱ高野さんのね、お話が一番あれだったね、いろいろと、うん、ほらカセットテープ応募してきてってね、そうそう、あのバッドオーディションのね、懐かしいって言ってたよね。ストップモーションと、あとなんかバラード1曲とあれだったね。マギーの夢っていうね。もうなかなかね。マギー92っていうのになってダダダのアルバムに入ったんだけどね、それ。もうその3曲目は何だったんだろうね。バラードのどの曲って言わなかったよね。だけどまあ、あったけど、まあ、普段さ、シェアの、あの、ムシェードから、ライブに行った人では聴けてない曲がね。そう、洋楽ね。レッドメドラーとかね、あとデスペラードね、歌ってましたね、イーグルスのね。最後あ、よかった。デスペラード最後だっけ？ん？最後だっけ、デスペラード歌った？違うか。最後はほら、あの人の高野さんのリクエストっていうか、一番気に入ってるレッドメドラーのザ・ローズ、有名なね、バラード、うん、歌ってましたね。それをやったけど、その前から、うん、そう、そうだったけど、うん、あとあれだったね、ほら、清水さんってキーボーディストのね、あの人の、ほら、ね、ために言ってたよね。あ、キーボーディストの方じゃないか、チカ、DJ の人だね、ジンさんだね、あの人のためにお母さんに向けて返した曲ね、オリジナルのね、いきなりやってたよね、びっくりしたね、あれね。最初あれ、何の曲だろうって言ってね、最初ね、自分のお母さんのなんか、びっくりしちゃった。あれだから、あれだね、その FC 限定の CD とかで出してほしいね。あ、そうね。ね、あれいい曲じゃなかった、すごくなんか。だからあれもなんかさ、もう心にグッとくる曲だったよ。アルバムにしてさ、出してくれると嬉しいね。と思っては言うけどね。まあ、それはちょっとね、限定生産かもしれないから、ね。でもいいんじゃないかな。と思いますが。あと、B 面のね、ベストとかも、そのファンクラブ用でね、去年のほら、ファンイベで言ってたけどね、うん、隣の席にいたお姉さんがほら、あっちに呼ばれてさ、その話してたじゃん。B 面にいい曲があるから、その、ね、専門のあれ出してほしいってね。あと、なんだっけ、カラオケがだけのやつ、音源がね。そういうのはもしかしたら配信なら出せるかもしれないけど、できれば CD でね。ちょっとね、音源が切るじゃん、特にね、出せよ、うん。ということで、もう13分とかなっちゃいましたので、また次回ですかね。そうですね、こちら次回はもうあれがありますもんね。次回はいつは10、まあ、順当に行けば19かな。うん、かな、そうね、順当に19だよ。うん。次はちょっと、上田ちゃん、上北に行って、そう、下北かな。うん、下北に行って、うん、来て、13周年を見てきます。楽しみですね。まあ、グッズは結構あったんで、うん、まあ、今まで一番多いのかな、あれグッズ。多いかも ね。で、今回一応、予定で全買いする予定なんで、うん、まあ、皆さんにね、全部でね、うん、紹介行こうしたいですね。したいなと思っているところでありますね。うん、あと、まあ、あれは、あの、ジーグのね、DVD、うん、かブルーレイか。そうね。まあ、30周年出てると思うんですけどね。出してほしいけどね。まあ、ちょっとまあ、見てきて、うん、まあ、もしなんかいいのあったらそれを購入して、紹介したいですね、皆さんへ、ちょっとね、うん、あの、お見せできるようなことをしたいと思います。あともう一個あれですね。今日は、あの、カズちゃんのルーズレーザーの方の歌は、そう。ね、100本目だったんですよね、コナンの歌。100本目。はい、これもぜひともね、バズってほしいですね。ですね。とうとう100ですよ。もう残りが少なくなりました。もうね、ただ何曲かな、うん。もう映画の歌なんてあと1曲しかないかな、確か。映画なら結構ね、うん。エンディングは結構まだ残ったかもしれないけどね。コナンの歌はちょっと何歌おうかなって考えるところですよね、うん。なんか今日ね、コメントいっぱいあったから、その辺も書いてほしいですね、うん。こういうアニメありますよとかね。うん。これならバズるんじゃないですかって。
トレイザーはね、やっぱあれかなと思って、やっぱテイルズが結構ね、いいですね、ゲームもあるからね、ゲーム曲もね、結構いいかなと思って、BGM あるんでね、という感じで、もう15分になっちゃいましたので、ぜひともカズチャンネルレーザー登録ではね、この後見るもありますからね、ぜひともね、お願いします。じゃあこの後またよろしくね。